坂出市立坂出小学校の運動場で10月14日、地元の太鼓台と子どもたちが触れ合う体験行事が行われました。坂出八幡神社の神幸祭を翌日に控えた午後5時30分ごろ、地元の太鼓台である新浜太鼓台と宮下太鼓台が体験行事の会場となる小学校の運動場に到着しました。太鼓台の後ろには多くの地域の人たちが続きます。この行事は2013年10月、小学校近くに太鼓蔵を持つ新浜太鼓台の皆さんが始めたものです。坂出小学校は旧西部小学校と旧中央小学校が統合して2010年4月に開校、2012年4月からは新しい校舎で授業が始まりました。その翌年から新浜太鼓台が新しい地域のシンボルといえる坂出小学校の子どもたちに、もう一つの地域のシンボル太鼓台を間近に感じてほしいと続けられています。そして宮下町、白金町、中央町など旧中央校区が地元の宮下太鼓台も2015年から参加しています。集まった子どもたちに太鼓を叩いてもらったりする行事を予定していましたが、開幕直後に雨足が強まり、子どもたちの体験プログラムは中止となりました。しかし子どもたちにとってこの日一番楽しみにしていたお菓子投げが一斉に行われ、子どもたちはこっちにも投げてと声を上げながら夢中に拾っていました。まあ4年ぶりで、まあこうやってみんな集まれて楽しい祭りができるのは非常にいいことで、まあみんなの顔が久々に揃ってできる祭りが非常に嬉しいです。ちょっとお客さんですね、集まってくれますか、時代をね、子どもたちにどのようなことを期待しますか。まあ太鼓が好きになって、まずは好きになって、でまあどこでもいいんですけど、宮下さんでもいいし新浜でもいいんで、まあ携わって欲しいです。坂出地域にたくさん太鼓台あるんですけれども、まあ、地元、住み慣れたところにある太鼓台とか祭りとかそういったのを大事に、あと大人になって、ぜひ帰ってきて、ぜひこの伝統文化行事っていうのを、引き継いでいってほしいと思っておりますので、まあ、その子どもたちも楽しんでもらえるように僕らも、大人として頑張っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。雨模様になったため短縮した体験行事とはなりましたが、最後には新浜の皆さんも加わり、宮下太鼓台の差し上げをして集まった地域の子どもたちに祭りの魅力を大いにアピールする場となっていました。